MG 小太郎とメールマサの笑う角にはグリーンズ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続き、はい、北大キャンパスにて、はい、お待ちしております。今日はですね、はい、福祉の施設の七夕のですね、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんたちがどんな願い事を七夕の日に、はい、あれなんていうんですか、短冊に書いてるのかっていうのを、はいはい、その施設 の、はい、あのインスタで上げてたんですよ ね、 そ、 うなんですね。でそれがねすごくね、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんたちの願いが素敵なの、ね、例えばこれね、はい、写真撮っといたんだけど、はい、織姫様と同じように私もずっと愛されたいです。 お、 お父さんにって書いてあるんですよ。素敵ですね。おばあちゃん、このおばあちゃんね、かわいいですね。かわいインスタに上がってるんですよ、どんな願いがね。いや素敵ですね。でね、まあ一番多いのはですね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんたちが七夕に願う、はいはい、多いのは一番多いのがですね、はい、健康第一。ああ、それはそうだ。それはそうですね、うん。何よりですよ。健康第一。はい、それは大事ですね。それ大事ですね。うん、それはあの僕らにもね通じるところありますからね。そうなんですよ。うん、で僕がですね、はい、非常に、うん、感銘を受けたのが、はい、このおばあちゃんなんですよ。このおばあちゃん、可愛らしい今ね写真、はい、見てますけど、このおばあちゃんがですね、はい、願い、はい、七夕の日の願い、長い一年に一度ですよ。そうです、うん、人が80歳になった時に何を願うのか。そうです、気になりますね。人が80歳になった時に何を願うのか、はい、何を願うんでしょうか。これです、はい、背が伸びますよ。可愛いですね。可愛いですね。一周回って子供のような気持ちで。そうなんです。可愛いですよ、ね。可愛いですね。人って人生最後の瞬間に願うことって、背が伸びますように。可愛いですね。可愛いですね。可愛いですね。ピュアですね。なんか子供のような、ねね、気持ちですね。伸びてほしいですね。うん、なんか背骨とかね、もしかしたら、ね、背が伸びますように。背が伸びますように。で、はい、その。そういう施設にですね、うん、僕あの講演会をしに行ってる方のお話を聞いたことがあるんですよ。そうなんですね。でそういう施設、まあ、ご高齢者のですね、うんはいはい、施設に講演回ってる方にお聞きしたんですが、うん、この質問をすると、はい、ものすごく盛り上がらないという質問があるんですよ。盛り上がらないという質問なんですね。講演家としてはやっぱりそこは抑えていかなきゃ、うん、言わないようにしないとね、うん、ダメですね。皆さんたち、はい、これは長これまでね長い間生きてきた中で、はい、どんな時が幸せでしたかって聞いてもね、はい、もうほとんどシェア会盛り上がらないそうなんです。あ、そうなんですか。はい、ね、意外な。もうスイーンとしてるそうです。スイーンなんですね。スイーンシーンじゃないです、シーンですね。盛り上がってないです。あ、そうなんですか。で、はい、この質問をすると盛り上がるそうなんです。それは知りたいですね。これはどんな質問？皆さんたちこれまで長い間生きてきて、はい、大変だったことってどんなことがありますかって聞くとですね、ものすごい盛り上がって、戦争体験とか、いろんなですね、その苦労した話をし始めて、だんだんですね、うん、俺の方がもっと不幸だったっていうね、俺の方がもっと大変だったっていう、私の方がもっと苦しかったっていう、そのいかに自分の人生が苦しかったかを、はいはい、生き生きと盛り上がって語り出すらしいんですよ。生き生きとっていうのがいいですね。あの幸せだった時ってか語ってもね、そんなに盛り上がらなくて、大変だった時を聞いたら、はい、皆さん目が輝き出してですね、俺の方が生き生きこれは大変だったと、でそれを聞いていくうちにですね、はい、人は、うん、大変な中をいかにやっていくかっていうのが、うん、それを楽しみに来てるんじゃないかっていうのを、ね、おっしゃってましたね。あ、そっか、はい、それ深いですね。それは学びが深いですね。そうなんですよ、ね、そうか。じゃあ今大変だと思うことも最後の時にはそれが自慢になると自慢になります。なるほど、うん、そのことでね目を輝かせます。生き生きと、はい、それは楽しみですね、はい。あの、ちょっと幸せをね、うん、語ってるときはもう目が死んだように幸せを。逆なんですね。逆なんですね。幸せはネタにならないんだ。幸せネタにならないんだ。そうなんです。晩年はそうなんですか。大変だったときになると、生き生きしてる。俺が俺がと、うん。俺の方がすごい。俺の方がすごい。そうそうそう。すごいですね。で、それは、はい、あながち、その、本当そうだなと思って。うん、その僕は、まあ、スピリチュアルを、ねはいはい、研究されている、うん、あのケルマデックさんという方がいて、はい、その
よくパワーストーンとか水晶とかあるじゃないですか、はいはい、あれ自分で作れる、はい、そのパワーアイテムって自分で作れるんだって言うんですよ。あ、そうなんですか、うん、すっごい効果のあるやつ。あ、なるほど。でそれは、はい、落ち込んだ時にパンツを買うといいらしいんですよ、はい、あ、そうなんですか。もう人生でへこんでる時にパンツを買う、はいはい、で その時に、うん、それで人生のここぞっていう勝負どころにそのパンツを履くとすごいエネルギーで自分をね導いてくれるらしいんですよ。そうなんですね、うん、落ち込んだ時に買ってここぞって時に勝負パンツ、ここぞっていう時とか、またもうなんか大変な時とか、そういう時にその落ち込んだ時に買ったパンツがね、うん、もう水晶を超えるようなね、パワーアイテムとして。そうなん、それはすぐできますもんね。なんでか分かりますかね。なんとなく予想はついてますけど。予想つく、予想つくというか、もしかしたら僕なんかで見たかもしれないですけど、はい、当てていいよ、遠慮なく。いや、遠慮なく当たるかどうか分かんないけど、うん、でもやっぱ落ち込んだ時っていうのはもうどん底だから、うん、もう上に上がってやるっていう意識がやっぱり、うん、このままじゃ終われないとか、ああ、そういうエネルギーがもしかしたら根底にあるのかなっていう。そう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 、本当ですか。落ち込んでる時って表面意識は落ち込んでるけど、うん、潜在意識はすごいエネルギーを出してるらしいの、パワーが、うん、もう噴火直前です、ね、そうそう、すごいエネルギーとしては高いんだって。なるほど。だからその時の、はい、出してるエネルギーをその日にパンツを買うことで、うん、そのエネルギーがパンツに転写されるの。お、だいぶ今風が、すごいですね。風が吹きましたね。風が正解と言ってますね。はい、転写されるんですね。転写されるんですね。これはすごいですね。勝負パンツをね。勝負パンツ、じゃあぜひ。勝負パンツ履いてグリーンズのライブに来てほしいですね。そういうことです。ここぞって時です。ここぞ。こんなゆるゆるでやってますけど、気合い出てこいと。ここぞ。なるほど。それ僕らが履いた方がいいんじゃないですかね。僕はノーパンですから。緩んでますね。緩んでますね。福山雅治さんはライブするときノーパンらしいですよ。そうなんですか。ファンの人に聞きました。あ、まあ、正確かどうか、ただファンの方はそうおっしゃってましたよ。あ、そうなんですね。はい、ノーパンなんですね。やっぱり気合を入れるんじゃないですか。なるほど。まあ、僕らもグリーンズね、はい、ノーパンでいきましょうよ。ノーパンでいきましょう。次のライブは11月だ、ノーパンで。え、今日夜あります。あ、そうだ、今日夜。今日夜じゃあ履き替えましょうか。今日夜。じゃあ脱ぎましょうね。今日はい、グレーのパンツじゃないですね、今日は。ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、ありがとうございます。 MC コンタロウと A でマサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。